In Ezekiel chapter 43 of the Holy Bible, it writes as follows: And behold, the glory of the God of Israel was coming from the way of the east, and his voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. エゼキエル43章は次のように書いています。見ろ、イスラエルの神の栄光は東からやってきた。神の声は怒涛のごとく、そして神の栄光は大地を照らした。と、広し林市浜松市ジャパン。今ご覧いただいているのが世界最古の地図と言われているものです。シュメールで発見されました。この地図で注意していただきたいのはですね、向かって左下がヨーロッパ、向かって右下がアフリカということになります。その間に地中海が横たわっています。そして上方がアジア、つまりアジア大陸ということになります。まあ、全体的に丸みを持った地図として表現されています。上の方にオリエンスと書いてありますね。つまりオリエント、東洋ということになります。一般的には旧約聖書の世界では東を上にして地図が表現されています。現在私たち人間が使っている地図は北極、つまり北が上になっていますが、シュメール、バビロニアでは東を上にして書く習わしになっていました。向かって左側がヨーロッパ、右側がアフリカ、そして上がアジアということになります。具体的に地図を見てみます。これは紀元後に書かれた地図ですけども、まだ今から1000年近く前までこうした地図が使われていました。先ほど言いましたように上がアジア、向かって左下がヨーロッパ、右下がアフリカということになります。そして上がオリエンスですね、オリエントです、東洋です。まあ、このような地図が使われていたわけですけども、気になるのはその頂点のところに小さな島が描かれているという点です。この地図注意深く見てくださいね。やはり左下がヨーロッパ、右下がアフリカ、そして上がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の果てに小さな島が書かれています。まあ、中心がエルサレムということになります。ブルーの部分が地中海ということになりますね。で、この黄色い部分がインド洋あたりということになるんでしょうか。そして上が東、つまり東洋、すなわち日本ということになります。ここに描かれているのが太陽のマーク、すなわち日本ということになりますが、これだけでははっきりしませんね。別の地図で見てみます。これもやはり同じくキリスト教の世界で使われていた地図ですけども、中心に多分これがイタリアだと思われます。そして真上、すなわち真東に小さな島が描かれています。この島に注意してください。この島に注意してください。どうしてここに島が描かれているか、逆に言いますと、私はこれが日本と判断しました。というのもですね、中世においてでさえ日本という国はこのような形で表現されることが多かったからです。これが1587年の地図に載っている日本です。つまり全体として見ると楕円形のような形をしている点に注意してください。ただこの日本は北が上になっているようです。この形と先ほどお見せしました地図における日本を比較してみてください。もう一枚の地図を紹介します。基本的には同じ書き方です。で、この中央にエルサレムがあります。イスラエルですね。そしてブルーの部分が地中海です。そして左にヨーロッパと表記してあります。そして右、
グリーンの部分がアフリカ、そして上、黄色い部分がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の東の果てに小さな島が描かれています。この島に注意してください。アジア大陸の果て、この位置に位置する島は日本ランドを置いて他にありません。皆さん、これが日本です。古来より旧約聖書の世界では日本をこのようにして描いていました。右下に見えるのがこれ朝鮮半島のように思います。その上に日本ランドがあるということですね。もちろんこれは日本です。神々の国、日本です。他の地図でもやはり上の方に日本ランドが描かれているようです。さらにこの地図ははっきりしています。その中央上に島が描かれ、その上に太陽が描かれています。日のいずる国、日本ということになります。By the way, according to Sumerian mythology in the tablets, it is written about Inanna who came down to Mesopotamia as follows. Neti asked, Who are you? And where are you from? Inanna answered, I am the queen of the land where the sun rises. Then Neti asked Inanna again, If you are Inanna of the land where the sun rises, why did you come here? シュメール神話のイナンナの冥界下りの一節には次のようにあります。冥界の大門番のネティは清らかなイナンナに答える。お前は誰だ。お前は私は太陽が昇っていくところの天の女王です。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、なぜあなたはやってきたのですか。不気の冥界謎へと、ここが重要です。繰り返します。お前は誰だ。お前は。私は太陽が昇っていくところの天の女王です。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、なぜあなたはやってきたのですか。不気の冥界謎へと。ここで言う冥界というのはメソポタミアのウルクを言います。
According to Sumerian mythology, it is written in the tablets about Inanna, who came down to Mesopotamia as follows. Neti asked, "Who are you and where are you from?" Inanna answered, "I am the queen of the land where the sun rises." Then Neti asked Inanna again, "If you are Inanna of the land where the sun rises, why did you come here?" シュメール神話のイナンナの冥界下りの一節には次のようにあります。冥界の大門番のネティは清らかなイナンナに答える。お前は誰だ、お前は。私は太陽が昇っていくところの天の女王です。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、なぜあなたはやってきたのですか、不気の冥界なぞへと。ここが重要です。繰り返します。お前は誰だ、お前は。私は太陽が昇っていくところの天の女王です。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、なぜあなたはやってきたのですか、不気の冥界なぞへと。ここで言う冥界というのはメソポタミアのウルクであることは言うまでもありません。次のページには次のようにあります。エアンナ神殿で、英語表記名エナ神殿で、エナ神殿で。そのウルクには少し離れたところにエナ神殿が設けられていました。その壁画の一部です。ここに表現されているのは言うまでもなくイナンナです。右がイナンナです。左がウルクの壁画です。比較してみてください。つまりシュメール神話でいうところの冥界というのはメソポタミア周辺であり、そしてイナンナがやってきたところはウルクだったということになります。ウルクのエナ神殿であったということになります。広し林、ハーママシティ、ジャパン。東京在住の T.M. さんという方がこんな本を届けてくださいました。その本の一節にイナンナの冥界下りという神話が載っていました。この神話は日本人の私たちにとって大変重要な内容を含む神話です。翻訳なさったのは杉勇氏と尾崎徹氏です。その本の中にイナンナの冥界下りがありました。もう一度皆さんにその一節を確認していただきたいと思います。そこにはこうあります。冥界の大門番のネティは清らかなイナンナに答える。お前は誰だ、お前は。私は太陽が昇っていくところの天の女王です。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、なぜあなたはやってきたのですか、不気の冥界なぞへと。
ここが重要です。繰り返します。お前は誰だ。お前は、私は太陽が昇っていくところの、繰り返します。私は太陽が昇っていくところの天の女王です。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、繰り返します。もしあなたが太陽が昇り現れるところのイナンナであるならば、なぜあなたはやってきたのですか。不気の冥界謎へと。今さらこの一節の持つ重要さを説明するまでもありません。私林博士が縄文土偶イナンナ説を唱えてすでに5年以上になります。2012年の終わりです。その縄文土偶イナンナ説の証拠がシュメールに残るタブレットの中に書かれていたということになります。では皆さんをウルクのイナンナ寺院へ案内します。ここがウルクです。そのウルクの一角にイナンナ寺院がありました。別名エンナと呼ばれていました。現在はペリガモン美術館にその壁画が所蔵されています。その壁画にはイナンナが彫り込まれています。右がイナンナ像です。マリで見つかったイナンナ像です。同じであることを確認してください。ついでですが、だんだんスカートになっている点にも注意してください。このだんだんスカートが日本の埴輪の原型となりました。それは別のところで証明しました。これがイナンナ、別名イシュタ、ヘブライ名はマリアです。これがウルクですけども、その一角にエナンナ地域がありました。エナ地域と呼ばれています。英語表記名はエン、エアナ、エナとなっています。注意深くご覧ください。 It is clear Eanna was dedicated to Inanna from the earliest Uruk とありますね。このエアナがイナンナ、イナンナがエアナ、つまりエアナがエナにつながり、そしてイナンナは日本の甲府のイナ盆地へとつながっていきます。そのイナンナは太陽が昇る国、すなわち日本から来たとシュメールのタブレットにはそのように書かれていました。シュメールの時代から日本はすでに火のイズル国と表記されていたというのは大変興味深いことです。そしてその火のイズル国はまさしくこの日本でした。続く動画の中でそれを説明します。In Ezekiel chapter 43 of the Holy Bible, it writes as follows. And behold, the glory of the God of Israel was coming from the way of the east. And his voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory.エゼキエル
43章は次のように書いています。見ろ、イスラエルの神の栄光は東からやってきた。神の声は怒涛のごとく、そして神の栄光は大地を照らした。と。広し林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのが世界最古の地図と言われているものです。シュメールで発見されました。この地図で注意していただきたいのはですね、向かって左下がヨーロッパ、向かって右下がアフリカということになります。その間に地中海が横たわっています。そして上方がアジア、つまりアジア大陸ということになります。まあ、全体的に丸みを持った地図として表現されています。上の方にオリエンスと書いてありますね。つまりオリエント、東洋ということになります。一般的には、旧約聖書の世界では、東を上にして地図が表現されています。現在、私たち人間が使っている地図は、北極、つまり北が上になっています。が、シュメール、バビロニアでは、東を上にして書く習わしになっていました。向かって左側がヨーロッパ、右側がアフリカ、そして上がアジアということになります。具体的に地図を見てみます。これは紀元後に書かれた地図ですけども、まだ今から1000年近く前までこうした地図が使われていました。先ほど言いましたように上がアジア、向かって左下がヨーロッパ、右下がアフリカということになります。そして上がオリエンスですね。オリエントです。東洋です。まあ、このような地図が使われていたわけですけども、気になるのはその頂点のところに小さな島が描かれているという点です。この地図、注意深く見てくださいね。やはり、左下がヨーロッパ、右下がアフリカ、そして上がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の果てに小さな島が描かれています。まあ、中心がエルサレムということになります。ブルーの部分が地中海ということになりますね。で、この黄色い部分がインド洋あたりということになるんでしょうか。そして上が東、つまり、東洋、すなわち、日本ということになります。ここに描かれているのが太陽のマーク、すなわち、日本ということになりますが、これだけでははっきりしませんね。別の地図で見てみます。これもやはり、同じく、キリスト教の世界で使われていた地図ですけども、中心に、多分これがイタリアだと思われます。そして、真上、すなわち、真東に小さな島が描かれています。この島に注意してください。この島に注意してください。どうしてここに島が描かれているか、逆に言いますと、私はこれが日本と判断しました。もう一枚の地図で検証してみます。基本的には同じ書き方です。で、この中央にエルサレムがあります。イスラエルですね。そしてブルーの部分が地中海です。そして左にヨーロッパと表記してあります。そして右、グリーンの部分がアフリカ。そして上、黄色い部分がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の東の果てに小さな島が描かれています。この島に注意してください。アジア大陸の果て、この位置に位置する島は日本、ランドを置いて他にありません。皆さん、これが日本です。古来より旧約聖書の世界では日本をこのようにして描いていました。右下に見えるのがこれ朝鮮半島のように思います。その上に日本ランドがあるということですね。もちろんこれは日本です。神々の国、日本です。他の地図でもやはり上の方に日本ランドが描かれているようです。さらにこの地図ははっきりしています。その中央上に島が描かれ、その上に太陽が描かれています。日のいずる国、日本ということになります。皆さん、日本という国は大変な国なんですよ。それを皆さんに分かっていただきたかったので、この動画を皆さんに改めて紹介することにしました。
Bye. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Jomon ceramic figures, more than 10,000 of which have been unearthed throughout Japan. But nobody knows who they are, or they are just explained by Japanese scholars to be their neighbors, in most cases, neighbor women in Jomon period. It has been almost 2.5 years, however, since Hiroshi Hayashi claimed for the first time in 2012 that they are not neighbor women, but the goddess herself, named Inanna. Before I talk about it, Wikipedia write about Jomon period as follows. The Jomon period is a time in prehistoric Japan from about 12,000 BC and in some cases cited as early as 14,500 BC to about 300 BC when Japan was inhabited by hunter-gatherer culture which reached a considerable degree of sedentism and cultural complexity. Jomon Dogu Inanna 説を唱えるようになり、すでに2年半になります。縄文土偶はイナンナであったという説です。シュメールではイナンナ、バビロニア、メソポタミアではイシュタールと呼ばれた女神です。縄文土偶はそのイナンナであったという説です。そのイナンナの本拠地がこの日本でした。つまりイナンナはこの日本で生まれ育ち、やがてその拠点をペルシャへと移します。が、それだけではありません。アヌオイカ、エンキ、エンリルの神々、そしてシュメールでいうすべての神々がかつてはこの日本に住んでいました。というのが林博士の縄文土偶イコールイナンナ説の柱ですが、当初は大変辛辣な批判をいただきました。というか私自身、そうした批判を受けるのは当然のことと思っていました。内心では私の説は10年、あるいは20年は理解されないだろうなと思っていました。あるいは私が生きている間は無理だろうなと思っていました。が、それから2年半余り、最近はかなり様子が変わってきたようです。辛辣なコメントは鳴りを潜め、より多くの方たちからの支持を得るようになりました。喜ぶべきことなのかもしれませんが、嬉しいと言っても私自身のためではありません。この日本という国は大変おかしな国で、私がそういった説を唱えたとき、真っ先にそれを否定してきたのが日本人自身でした。日本にそんなものがあるはずがないという前提で私の説を否定しました。つまり、日本は神々の国であったというのはあくまでも神話の世界の話で、現実にはありえない話であると。が、それから2年半、私は自分の説をより確信することはあっても、いささかも揺らぐことはありませんでした。調べれば調べるほどそうなのですから、どうしようもありません。つまり、より多くの方たちが、この日本を見直すきっかけになりつつあることを、私は率直に喜んでいます。日本人の皆さん、私たち日本人は、言うなれば、とんでもない歴史に包まれた国に住んでいるのですよ。それを一人でも多くの人に気づいてほしい。また、気づいてもらいつつある。私はそれが嬉しいのです。まず皆さんにプロローグとして古代の神々は自由に空を飛ぶことができたという話を紹介しました。それを具体的に証明するのが林博士のナスカ理論であり、ライン理論であり、そしてテリトリー理論ということになります。それらについては詳しくは今までのビデオの中で紹介していきましたので、ここでは割愛させていただきますが、一方で、神々と言い、その都度手を合わせながら、神々は自由に空を飛んでいたと主張する私を頭がおかしいと決めつける。こうした日本人が持つ二重構造性は一体どこから来るというのでしょうか。というような批判はさておき、縄文土偶が世界の神々と
有機的につながっていることをこの動画の中で紹介しています。有機的というのはそれぞれに関連性を持ちながら、また共通点、類似性を持ちながらという意味です。シュメール、バビロニア、そして現在のセルビアにあるビンカなどなど、この動画はいわばそのダイジェスト版ということになります。さらに詳しくお知りになりたい方はどうか私のウェブサイトの方へおいでください。林博士で検索をかけてくだされば総合目次をご覧いただけます。と言ってもどうか誤解なさられてください。私は自分の考えを皆さんに押し付けるつもりは微塵もありません。私が事実を皆さんにお見せするだけです。事実です。その事実をどう判断し、その後どのような結論を出されるかは、私の問題ではなく、あなた方皆さんの問題ということです。つまり、私を信じるか信じないかというようなレベルの話ではなく、事実を受け入れるかどうかというレベルの話だということです。もっとわかりやすく言えば、こうした事実があなたの周囲にもゴロゴロと転がっているということです。あとはそれに気づくかどうか、そしてそれをどう頭の中で組み立てていくか。私が言う事実というのはそれを言います。で、動画を見ながら説明します。左が縄文ヴィーナスですね。そして右がバビロニア、そしてメソポタミアで見つかっているイシュタール像です。コンセプトが同じですね。そして左の縄文ヴィーナスは歩行補助装置を身につけています。まあ一般的に、まあ、ペルシャ周辺で見つかるイシュタール像、イナンナ像は足が、まあ、異様に細いです。ですから、まあ、この足では歩くことはできない。というふうに私は判断しました。で、歩行補助装置をつけている。ということですね。そして、まあ、両方ともですね、仮面を被っています。お面を被っています。まあ、そのことはですね、茅野市の考古館行きますと、それがわかります。左の縄文ヴィーナスのこの顔はですね、内側に鋭角に彫り込んであります。つまり、お面だということですね。そして、右のような、いわゆる、まあ、アーティファクトも、バビロニアで見つかっています。全く同じですね。ただ、先ほど今も言いましたように、仮面を被っていますから、顔が違っています。こうした仮面も、バビロニア、あるいはメソポタミアで見つかっています。そして、下が、インダスバリーで見つかった、アーティファクトですね。いわゆるセラミックフィギュアです。そして同じようなものが見つかってますけども、このボタンみたいなのがついているところに注意してください。みんな同じようにヘルメットをかぶっています。つまりこうして日本の縄文ヴィーナスと言われている、まあ土偶はですね、世界の神々とつながっているということですね。これが事実なんですね。で、こうした事実をどのように考えるかですよね。最も簡単に片付ける方法は、偶然という言葉を使うことですね。偶然だ、偶然だ、偶然だ。まあ、偶然という言葉ほど便利な言葉はありませんね。で、それによって全てを片付けてしまうことができます。右はシュメールで見つかった、いわゆる同じくクレイフィギュアの、まあ、その、見取り図です。で、この花がですね、目と目の中心で尖って立って、まあ、立っているところに注意してください。まあ、人間の花ではないですね。そして、左が法隆寺、奈良の法隆寺に肖像されている、像です。同じような像が3体あります。その中の一つが、まあ、特にシュメールの神とよく似ています。目が側面についているところに注意してください。人間は前についてますね。そして鼻の穴が開いていて、そして、まあ、独特な口をしています。こうした像が、まあ、法隆寺にあるということ。そして、シュメールの神々として現在に残っているということですね。これが青森の三内丸山遺跡に残っている土偶ですけども、三角頭に注意してください。そして同じような像が、まあ、現在のセルビア、ギリシャの北部ですけども、そこに、まあ、残って、ビンカにあります、そこに残っている像と一緒。それから、肩幅がまっすぐ横に伸びて、カクンカクンと折れ曲がって、そして脇の下に大きな空間ができていることに注意してください。そして、それ左が、仮面の女神です。やはり肩幅がカクンカクンと曲がっていて、脇の下に大きな空間ができています。この像とほとんど同じ像が、やはりセルビアのビンカで見つかっています。ですから、日本の、まあ、甲府とですね、そして、セルビアの文化とは深いつながりがあったということになります。ただ、右の方は足が異様に細いですね。ですから、下半身だけの土偶も見つかっています。これも文化で見つかっています。すなわち、歩行補助装置だということですね。アッシリア、それからバビロニア、ペソポタミアでも、レリーフに残っている神々は、皆、歩行補助装置をつけていました。
そしてこの歩行補助装置をですね、敏感の像に当てはめてみますと、このように、まあ、合うわけですね。そして、その線コンセプトが左の、仮面の女神へと繋がっていきます。まあ、このようにですね、まあ、なぜか、まあ、もう言うまでもないことですけども、古代の神々は地上をですね、自分の足で歩くことはできなかったようですね。ですからこのような歩行補助装置を必要とした。ですから、敏感に残っている像はですね、多くはですね、こうして椅子に座っている像が多いということですね。中央、三本足に見えますけど、中央で二つの足を束ねてるんですよ。そして特にこうした部分的なところを見ていきますと、おへそですね。見てください。おへその作り方のコンセプトも全く同じだということです。まあ、これを偶然と言っていいのか、そうでないのか、あるいは関連づけて、こうした事実の中から次の事実を組み立てていくかどうかは皆さんの問題ですけども、まあ、例えばですね、この肩の周り、端に、右の方は穴が開いてますね。で、左の方は円が描いてある。そしてこの頭を比較してみてください。同じように三角頭ですけども、左の方は遮光器をつけていると思われます。まあ強い光線には耐えられなかったということでしょうね。なぜこうした仮面をですね、青森の、まあ、いわゆる仮面が丘で見つかっている道具にしてもですね、なぜ遮光器を必要としたか。遮光器道具とまで言いながら、どうしてそれから一歩踏み込んでエイリアン、あるいはと言わないのかということですよね。この地上では、まあ大気がありますから大変眩しいということです。そして作り方のコンセプトも大変よく似ています。衣服も幾何学的な模様を描いています。鼻の先もですね、ちょんと尖ってますね。これは右の方が、右がですね、今正面図ですけども、やはり同じよう、まあ同じというか同じ像ですけども、こうして比べてみますと、まあなってますか。その類似性に皆さんもお気づきになると思いますが、それだけではないんですね。シュメールの神々と比較してみますと、さらに興味深いことがわかります。まあこれ、右の方はですね、敏感です。まあ、シュメールと言われている、まあ地域、まあ現在のイラクから見れば、西に当たるところですね。先ほど言いましたようにギリシャの北部です。これがシュメールの女神ですけども、これはイナン、シュメールではもう、イナンダですね。てかバビロニアに来てイシュタールになるわけですけども、頭に注意してください。頭はポコンと上に出てますね。で、左の、ごめんなさい、仮面の女神の方は仮面をつけています。仮面って言ってますね。で、この後ろに、まあ、紐がついていることから仮面を被っていることがわかります。そしてそれ同じコンセプトで作られているのが、法隆寺に所蔵されている侍像ということになるわけです。で、縄文の神。これはですね、縄文の、まあ、埴輪ということになってますね。そして右がインダスバリーの、まあ、クレイフィギュアですね。セラミックフィギュアですね。土偶です。同じように子供を抱いています。シュメールの女神も皆子供を抱いています。が、左のこの埴輪の子供は人間ではありませんね。足を見てください。手を見てください。頭を見てください。人間ではありません。なあち、左の、埴輪はですね、仮面を被っているということになります。まあ、こうした仮面を皆被っていたわけですね。なぜ仮面を被っていたかと言いますと、まあ、そういうものを被らざるを得ないような顔をしていたということになるわけですね。まあ、ともかくも、まあ、バビロニアの、ごめんなさい、右のですね、インダスバリーの、土偶もですね、左の埴輪も仮面を被っているということになります。こうした仮面説も、林博氏が唱えましたから、もし興味のある方は、私のビデオをまたご覧になってください。まあ、要するにこれは仮面であるという証拠は この首のところに残っていました。この首のところをよく注意深くご覧ください。いわゆるまあオーバーヘルメットを被っているという細いラインが見えますね。まあ、これがまあオーバーホールヘルメットであるという証拠、すなわち仮面であるということになるわけです。右の方も当然、インダスバリーのこのクレイも、クレイフィアガーもフィギュアもですね、仮面を被って、まあ、オーバーロールヘルメットを被っているということになります。さらに今度はギザの、神と比較しています。これが長野県茅野市で見つかっている、まあ、土器ということになってますね。逆さまにおいて香炉というふうになっています。右がギザ高原で見つかっている、土偶ですね。で、この二つを比べてみますと、目の周りに二重線があるところまで同じなんですよ。ただし、左の方は、まあ、仮面ですね。そして、顎の下あたりに生命維持装置のようなものがついています。頭のコンセプトなども同じように作られているところに注意してください。そして、眉間から、喉にかけての、なんて言いますか、やはりこうなんて言いますか、装置らしいものがついています。そして、首の下にやはり同じような、まあ、生命維持装置っぽいものがついているということですね。そして、その、なんて言いますか、コンセプトが同じであるということです。まあ、左の方はですね、オーバーロールヘルメットというふうに私は考えてますし、右の方はですね、まあ、現地の人がですね、見て作ったというふうに考えています。その証拠の一つがですね、もちろんエイリアンですね、ここのところにあるわけですね。こうした奇妙なものも描かれています。そしてこれは UFO ということになるわけですね。そしてまあ、
下の方に向かって光線を発しているっていうところまで表現してあるということです。なあち、右のギザーで見つかっている、この仮面はですね、左の、長野県のに、井戸尻考古館にある、土器と一致する。さらに左がですね、いわゆる、釈迦堂で見つかっているマスクですね。これは逆に、逆さまにおいてやはり、香炉滝っていうふうになってますけども、香炉滝ではないですね。やっぱり同じコンセプトで使われていることは、こうして向きを変えてみるとわかります。大きな目ですね。そして中が空洞になっています。いわゆるまあ、いわゆるオーバーロールヘルメットということですね。同じく左がですね、伊豆寺考古館に陳列してあるのは土器ということになってますけども、先ほどの頭を上に乗せますと、綺麗に大きさも合うんですね。そしてこうして乗せますと、まあこれが、まあ、土偶で、全体二つで一つね、土偶であることがわかります。右がですね、ペルソポリスに残っているレリーフですけども、アフラマザーがダリウス王に、まあ王権を与えているところですね。そしてこの衣、マントを見てください。このマントが一致しますね。そしてまあ、それね、髪の毛のポコンポコンと出てるのもわかります。ますね。そして頭のコンセプトも大事です。まあもちろんアフラマザーなどはですね、仮面を被っていました。そうした仮面も見つかっています。その称号も既にいたしましたので、また私のビデオを見てください。そしてこうして合わせていきますと、まあ左、一番左がですね、これは甲府で見つかっている土偶ですけどもね、頭、顔の方は、いわゆる面が釣り上がった、まあラム族ですね。そしてこれが八戸に発掘された合掌道具です。そして同じものがですね、アステカでも見つかっています。まあこれは地下洞窟で見つかった、ごく最近見つかったんですよね。その左側の像がですね、同じコンセプトだということですよね。で、右の像も同時に見つかってますけどもね、八戸で並んで置かれています。まあこれして見てくださるとわかりますように、このアステカで見つかった土偶はですね、指が3本です。まあ5本に見えるんですけど、5本ってことはありませんからね、3本3本ってことになってるんでしょうね。ちょっとハレーション起こしてますから見にくいですけども、やはり八戸の土偶もですね、まあ組んで6本指ですね。1、3本ずつの指だということですよね。まあ、こうして、まあ、三角座りをしているということですね。そして、右の、アステカの土偶はですね、頭が細長いですね。ですから、左の方も、やはり細長いです。ただ、左の方もですね、八戸の合掌道具もですね、まあ、いわゆる仮面を被っているということですね。そして、右が、民家で見つかった、やはり同じようなコンセプトで作られた土偶です。で、同じ、ま、道具ですけども、ここで注意していただきたいのは、共にですね、異様に手が長いということです。この手の腕ですね、腕が長いということですよね。で、関節がですね、人間の関節よりも一本多いんじゃないかと私はいつも考えています。まあ、ここで一本、二本、三本と折れ曲がるわけですね。そして肩が横へ伸びていて、まあ、人間にはない脇の下に、まあ、円形の空洞ができるということですね。これ、まあ、何を比較しているかというと、手を伸ばしたらどのあたりまで行くかなということを、まあ、比較してみたんですけども、まあ、せっかくどうかということも問題ありますけども、手の先がですね、優に膝のところまで届く感じですよね。人間はこんなに長くありません。そして肩幅が広いですね。このコンセプトは、青森で、いわゆる亀川湖で見つかっている遮光器道具のコンセプトと同じです。肩幅が異様に広くてカクンカクンと曲がっていますね。そして腰が異様に細いということです。これはシュメールの神々も皆、やはり異様に腰が細いですね。左がまあスポーツマン、人間の、背中ですよね。で、いくらそのスポーツマンでもここまでの差はありませんからね。肩幅広いと言っても。そして、肩の下ですね、脇の下に、そういった人間の場合は空間はできませんね。しかし空間ができているということです。これは八戸の、まあ、いわゆる合掌道具ですけども、公式の記録によればですね、安産を記念して熱心に天に向かって祈る若い少女の素晴らしい傑作であるというような風に書いてありますけども、これは少女で、まあ、女性は女性なのかもしれませんけどもね、少女ではありません。そして頭がね、異様に薄っぺらいことに注意してください。そしてこの道具がですね、まあ、お面をかぶって、まあ、人間の頭一応乗せてみましたけども、比較するまでもなく、まあ、異様に、まあ、薄っぺらいと言いますか、側面図から見ると薄っぺらく見えます。まあ、これは人間ではないということですね。そしてさらに調べていきますと、これと同じ道具がですね、民家でも見つかっています。それもこれから紹介しますが、その前に指が6本であるということも注意してくださいね。組んで6本ってことは3本ずつですね。左は人間ですけども、組むと10本になるんですね。ですから、公式の記録によれば、古代縄文人が間違えたと書いてありますね。明らかに、てか、確かにそう書いてありますよ。でもね、年長時でも、指の数は間違いませんから。それからこれが、今言いましたように、右のは八戸で見つかった、まあ、合掌道具。そして左が、民家で見つかった、やはり同じような、まあ、土偶ですけども、ここで興味深いことがわかります。この足を見ていただきたいんですけども、編み方まで同じですね。そして靴下かどうかわかりませんけども、表現の仕方も同じだということです。民家という国は、まあ、遺跡はですね、なりやら日本とはとんでもない関係にあるということが、これでわかってきました。
で、こうして、まあ、線がありますね。で、まあ、私もですね、この私もというか私がですね、この最初にこれに聞いた時には本当に体が震えましたですね。そして足がですね、丸い靴ですね。いわゆる円形の靴。それから、肩幅の表現の仕方。そしてやはり関節が一本多いようにも見えますね。まあ、こうして見ると一本、人は一つですけども、まあ、二つあるということですよね。まあ、このように、まあ、一本関節が多いという意味はそういう意味です。で、まあ、こうして比べていきますと、まあ、なんていうか、八戸の見つかった合掌道具と敏家の道具とが大変コンセプトが同じ。そしてそれはですね、アステカの地下洞窟で見つかった、道具と一致していくということです。これを、こうした事実を皆さんはどう考えるかということですよね。それはあとは皆さんの判断ですけども、こうして組み立てていくと、その向こうに見えてくるのは、日本がまさに神々の本拠地であったということですよ。縄文時代の方が古くて長いんですからね。そして、オールキャストがこの日本に揃っていて、朝鮮半島、中国半島には、その経過点としてのですね、痕跡は全くないということです。なあち、縄文の神々は、ある時期、ペルシアに渡っていった、あるいは行き来していた。そしてその、まあ、一派がですね、インドへ渡ったり、あるいは逆流して日本へ来たり、ということになった、ということになります。以上で私の今日の話は終わりますけども、もし興味を持ってくださるようでしたら、林博士で検索、そして私のホームページと置いてください。Thank you very much and bye!